ニコライ・レプニン公、ニコライ・バシーリエ・ビチ・レプニン公爵は、帝政ロシアの政治家、外交官、将軍。ポーランド・リトアニア共和国の解体に、重要な役割を果たした。レプニンは、サンクト・ペテルブルクに生まれ、帝国軍に出資し、15歳の時には父親である、バシーリー・アニキートのビチ・レプニン公のもで1748年の、ライン戦役に従軍した。 あとに何度か外国で暮らす機会を得て、完璧な発音のドイツ語を習得した。7年戦争にも平らの士官として従軍している。1762年、皇帝ピョートル3世は、レプニンを在プロイセン大使に任命した。同年、女帝エカチェリーナ2世は、レプニンを在ポーランド全権大使に転任させた。 着任して、ワルシャワに移った後、レプニーンは、イザベラ・チャルトリスカ公爵夫人と不倫関係にあると、噂され、公爵夫人が1770年に生んだ、長男アダム・イェジ・チャルトリースキ公爵の実の父親は、レプニーンだという噂も囁かれた。ポーランド政府に対するロシア支配をより強化する上で、レプニーンは、巧妙に政治力を発揮した。 特別な指令を出して様々なプロテスタント宗派の貴族たちを集めた親ロシア党派を作り、彼らに国境徒であるカトリック貴族と同じ地位を与えることを決めたのである。もっとも、レプニンはプロテスタントたちがロシアの味方になっても大した助けにはならないと考えていた。集まったプロテスタント勢力は同時にエカチェリーナ女帝に対して、 ポーランドの国政に関与しない要請官を行っても、いたからである。ロシアに、さらなる国益をもたらすべく、レプニムは二つのプロテスタント連盟の結成を支援し、その後カトリックのラドム連盟を結成させた。ただし、レプニム本人の所簡などを見ると、彼自身は、ロシア政府から求められている陰謀まがいの、政治手法を嫌っていたようである。レプニムはそれでも、 本国政府の指令に従い、様々な圧力を駆使し、1767年から1768年にかけて開かれた国会で、あらゆる抗議を無視して、ロシアの思惑通りにことを進め、ポーランドは正式にロシアの属国になった。国会が開かれる前に、レプニーは自分の政策にはっきりと反対していた何人かの有力者、 キエフ司教ユゼフ・アンジェイザウスキアを官僚や戦へ、トマンのバツワフ・ジェブスキラを逮捕し、カルーガの監獄へ送るように命じている。この強引な保護国家の決定は、すぐに、バール連盟の結成につながった。同連盟は、ロシア全権大使の決定を実力行使で、覆そうとしたが、成功しなかった。レプニンは1768年に、 ポーランド大使の地位を解かれ、今度は、オスマン帝国とのロシアトルコ戦争で司令官を務めるよう命じられた。モルダビアとアラキアの独立軍の司令官になった、レプニーンは、1770年に、オスマン帝国軍が、プルト川を渡るのを阻み、ラルガとカフルでの奮戦で武人としての名声を手にし、敵の支配するイズマイルとキリアを占領した。 1771年には、ワラキアの最高司令官となり、ブカレストを占領した。ロシア軍総司令官のピョートルルミャンツェフ伯爵との口論がきっかけで更迭されたものの、1774年には、キュチュクカイナルジ条約締結交渉を引き出した、シリストラ占領作戦に参加している。1775年から1776年に、かけ、レプニーンは、 部下のヤコフブルガーコフと共に、オスマン宮廷におけるロシア代表を務めている。1778年に、バイエルン継承戦争が勃発すると、レプニムは3万人の軍隊を率いて、ブレスラウに赴いた。そして、鉄線条約締結に際しても、ロシア全権として立ち会い、オーストリアにプロイセンとの和平を結ばせた。 1787年に勃発した第二次、ロシアトルコ戦争では、レプニーンは、ナミル、ロシア人司令官の中で、最も成功を収めた、アレクサンドルスボーロフの後任となった。レプニーンは、サルキアで、トルコ軍を撃破し、トルコ側の総司令官、ハサンパシャの爆英地を完全に制圧し、ハサンを、イズマイルに追い込んだ上で同志を陥落させようと、したが、 グリゴリー・ポチョムキン公爵に制止された。ポチョムキンが1791年に軍務を退くと、レプニーンが公認の総司令官に就任し、マシンにジンドルトルコの大宰相を追い出し、1791年7月31日には、トルコ側にガラチの和訳を承認させている。レプニーンは、第二次ポーランド分割後に新たに、 ロシア領に組み込まれたリトアニア地域の総督となり、同地域でコシチュシコ法規が発生すると、これを鎮圧すべく、ロシア軍を率いて戦った。皇帝パーベル一世は1796年、レプニンに元帥の地位を与えた。1798年、レプニンは外交交渉役としてベルリン島ウィーンに送り込まれ、プロイセンを革命フランスと引き離し、 フランス第一共和国に対抗するため、ハプスブルク帝国とプロイセンを連合させるという任務に従事した。しかしこの任務は失敗に終わり、レプニーンは交渉役から外され、1801年にリガで死んだ。レプニーンには、初出の息子に、詩人のイヴァンプーニンがおり、 またアダム・イエジ・チャルトリスキも、レプニンとイザベラ・チャルトリスカとの不倫で生まれた子供だと、広く噂されていた。レプニンの着出死には、娘が三人しかおらず、彼の死によって、レプニン家の男系決闘を与えてしまうため、皇帝アレクサンドル一世は特別の許可を与えて、レプニンの孫のニコライ・ボルコンスキー公爵にレプニンの、仮名と祖父の紋章を受け継がせた。 ありがとうございます。